はい、今回は本因坊戦リーグから一力遼九段対芝野虎丸九段の碁を見ていきたいと思います。最近ではね、芝野さんが結構連勝してるイメージがあるんでね、一力さんもね、そうですね、ここはね、勝ちたいところですね。で、ツケからね、動いていきました。これはこちらから打つと、このように打ってね、このような感じで、打とうということですね。白はこのようにさばくのが、通常の形になります。で、かけていきましたね。少し、珍しいでしょうかね。このような感じでね、打つ打ち方もありますし、また三々とかもね、考えられるかなと思うんですけど、かけていきました。これに手を抜くっていうこともあるんですね。で、下がりから打ちましたね。これは2線を這わせようっていう作戦ですね。そうですね、この1目もね、超えれば取れるんですけど、そうすると、これ打つか分かりませんけど、このように打って、これはどうなってますか？このように、生きる手はありますね。こういう手を見ながら打たれるのが嫌でしょうかね。7で決めるかね、どちらがいいか、難しいところですけど。灰を急いだんで、黒はここに打ちましたね。出た時に、白はこうやったら跳ねようっていう打ち方ですね。ここで押さえない手もね、ありそうなところでしたね。何か両アカリとか、打つかなとも思ってたんですけど、普通に打ちましたね。跳ねを待って三々に入るのがいいタイミングと思ったんでしょうかね。ここから突入していきました。別にね、形勢は悪いと思ってはないと思うんですけど、様子見ですね。白もここで頑張ったので、結構白もね、こう頑張られて、結構ね、白もね、一応これを取りましたんでね、結構難しい勝負となりましたね。これで、大体いきましたと。これが不思議な手でしたね。もう切りを待っ、切り打たれたらね、こう打たれるのかなとも思ったんですけど、これはどうなってるんでしょうかね。切りを、この攻め合いみたいな、どうやってね、どういう図になるのかちょっとわからないんですけど、このような感じで、白はダメと見たんでしょうかね。そうですね、これを打ってね、こう取られてしまったんで、どうだったかなっていう気もするんですけどね。で、ここから、これを待って、こう逃げ出したのがね、鋭い手でしたね。で、伸びたんですけど、どうも、やっぱり冷静にね、伸びておいて、やっぱりこの黒を、取っておくっていうのがね、冷静だったような気がしますね。押しを待ってから、伸びとか打って、
まあこういう方がね、まだ息が長いというか難しい碁だったんじゃないかなというところですね。こう打ったためにこれが厳しい手でしたね。はい、これでちょっと取りに行くにはここを打つしかないんでしょうけど、このようになって逆にこれ白の方がね取られる可能性も出てきましたもんね。はい、なので諦めて このまあ黒をね取ろうとしましたけど、まあこれだとやっぱりここを生きた方が、黒が大きくてね、この辺りで黒が優勢になったみたいですね。でここでこの辺りで、はい、跳ねてから、まあ、これでね、5を決めに行きましたね。はい、黒の方がコウ材が多いですね。はい、ということでここで、投了となりました。はい、まあ、一力さんがねここの渾身のね、動き出しで、勝負をね決めに行ったかなというところでした。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。